こんにちは、速稼塾の久保です。今日の FX 相場解説は1月の終わりと2月の始まり、この境目に来ておりますが、2月のね、1週目を占う意味でちょっとだけ過去を振り返ってみようかと思います。というのがですね、28日金曜日なんですけども、一旦押し目をつけて大きく上に上がるところを、まあ利益確定できたのはいいんですけども、その後もう一回ね、 N 字を書いて押し目を作って上昇するというふうに踏んで半値取引をしたんですよ。半値取引というのは、前回利益を上げたその半分の利益でもって新しいエントリーに臨むことです。こうすることによって損傷利大といいますか、損失を最小限にしてリスクヘッジをして新しい最大限のトライエントリーに向かうってことなんですけども、残念ながらですね、こちらの方、押し目とならずにさらなる下落もしくは横ばいに転じてですね、ロスカットを食らいまして、大した利益を今週は出せなかったということになります。いやでもね、大した利益を出せなかったといっても、最後のね、ワントライで利益を毀損したんですけども、十分な利益になりましたね。特に1月は2週目に大きなお年玉みたいなね、1週間があって、そして最終週にもう1回お年玉がありましたので、やっぱり最後はね、大胆に、半値押しぐらいしてもよかったんじゃないかなと思います。でその通りにやってみました。まあ、私としてはこのトライはもう十分できることはやったなということで、やらずに後悔よりも、やらずにね、安心するよりも、やって後悔した方が次につながるかなと思って、大変満足しております。それではその模様からお届けして、月足を見て、週足を見て、という形で行ってみようかと思います。まあ、月足の前に週足にしましょうかね、今回はね。はい、では画面を切り替えて、まずは振り返りからです。こちらをどうぞ。これが1時間なんですけども、どういうふうな推移をたどったかというと、木曜日あたりからブレイクしてですね、大きな利益を取らせてもらいました。N 字を一旦書いてさらに上昇。で、もう一回 N 字を書いて上昇。その後でもう一回 N 字を書くかなと思ったんですが、ここは N 字を書かずに、まあ半ばダブルトップみたいな感じでね、ダブルトップみたいな感じで下に落ちていって、ロスカットを食らいましたという話でございます。はい、いいんですよ、それで。で、大きく見ると、このように、見ることもできますから、もしかしたらね、これいいですか、ちょっとごちゃごちゃになってきましたけども、一つ警戒するべきは高値圏でのヘッド&ショルダーによる下落ですよ。ちょっと真ん中の頭が潰れたような形になってますけども、こういう形の時には常にね、ヘッド&ショルダー、高値ではもうヘッド&ショルダーを警戒するわけですよ。もしくは2点天井の警戒とかね、3点天井の警戒とか、いろいろもう何にリスクヘッジするかはパターンですから、はい、でこの後の動きなんですけども、ここに揃って横ばいに行くのか、そういうことも考えられますね。うん、今のところその辺にしておきましょうか。詳しくはね、月曜日相場がいた時にまた解説しようかと思います。どっちにしても最後のワントライは、まあ余計って言えばね、結果論で言えば負けましたけども、でも何回この画面が現れても私はエントリーすると思いますね。というのがね、やっぱり上昇トレンドに乗ってる時ですから、ロスカットを食らうまではバイで取っていくんですよ。そのぐらいの強さ、強打力がなければ大きな利益を取ることはできません。ここでビビってやってらんないってことなんですよね。はい、じゃあですね、まず週足から見ていきましょうか。次、はい、これが週足になってきます。ウィークリーです。週足を見ていくと、くしくもですね、この辺りに1時間足で作った5本のレジサポラインがありますけども、それをまとめると横ばいのレンジが見て取れますね。下から入ってきたのがここで釣り合ってるって感じです。で全体的に見ればこの週足は強い上昇トレンドです。なんで強いかっていうと、ここも超えてるからなんですよ、ね、この高値をぶち抜いて言ってるわけですから、この上昇トレンドは強いですよ。しかも昨今の世界情勢、これファンダメンタルになりますけども、考えると120円までは突っ込んでいってしまうんではないかなと。これからとてつもない円安の時代に入り、輸入品が高い、そして私たちはこの物価高騰による利上げ、これにね、あえぐことになります。で FX をされている方は、世の中の物価が高くなっても相場で勝つことができます。その分ね、物価が上がれば結局は私たちの輸入産業ですから、円安を考えることができるんですよね。
ですんで片っぽで利益を上げながら世の中の物価高にも対応できるということになります。はい、ちょっと余計なことを話しましたね。じゃあ次はデイリー見ていきますよ。これがデイリーです。前回お話したのがここね、ここが生きていますよってことでした。115円の430ですね。でさらに下のずいぶん前に引いたライン113円の600もやっぱ生きてるでしょ。やっぱここが正解だったわけですよ。何度も言いますけども、ここまで落ちてくるのがしっかり取れたというのはね、大きなお年玉週間だった2週目のことを思い出させると思います。でここから一本木に上がってきてロスカットを食らったところでお年玉が第2弾が終わったということになりましたね。でここからは上昇すると思うんですけども、まだ確定的ではないんでエントリーを見ているってことですよね。特にロスカット食らった直後ですから、来週は月の変わり目にもなりますんで、31日月曜日、1日の火曜日、ここはですねエントリーをもうしない勢いでちょっと控えて相場を見るようにしていきたいと思います。4時間終わりですね。で次4時間を見ていきます。4時間はダブルボトムからの急上昇が、まあ振り返ったらね確認できるなってことですよね。でこれがヘッド&ショルダーの4時間の形、そのまま撮ってるじゃないですか、うん、で下落が始まったところが結局ここと似てますよね、これがね。で115の430、115の430で符号するという形でございます。だからといってここでね急落が始まるとは思ってないんですよ。わかりませんけども、まあ横ばいじゃないですかね。どうかな、2月が横ばいで始まるかな。ちょっとここはね、なんとも言えないですね。ロスカットを食らった直後なんで、ちょっと冷静になる意味で、2月のね、本当に1週目はエントリーできなくてもいいぐらいで、しっかりと相場を見ていこうかと思います。まあ1月これだけ利益上げたんで、2月はね、ちょっと余裕を持って相場を見ていきたいなってことですよね。じゃあ改めて1時間もう1回見てみます。1時間は上昇をやめて、こっから、横ばいに入る覚悟もしないといけないですよね。横ばいとなるとこういう風な形のレンジを作ることになると思います、今の時点ではですよ。ですんで115円の135から115円の670、この間54ぐらいのレンジがありますんで、レンジ内で利益を上げるにはちょっとね狭すぎるかなっていうところです。やっぱり引き続きブレイクアウトを見ていくってことになります。こんなとこかな。はい、じゃあですね、まあ今日曜日なんで、この動画を撮ってるのは正確には土曜日なんですけどもね、1月29日の4時43分に動画撮ってます。で公開するのが日曜日になると思いますけども、月曜日の朝にはねまた考え変わってくるかもしれないので、その考えが変わるかどうかを確かめる意味でも、日曜日の時点で相場が全く動いてない時点でこう見ていくっていうのがね、いわば私の復習であり予習になってるわけですよね。じゃあですね、今日は29日なんで、31日の朝には月足も見ていきながらまた解説していきたいなと思っております。31日の朝月曜日の相場解説をお楽しみに。いってらっしゃい。